知り合いかっこ職場の先輩の島のキャンプサイトにラムネちゃんが来ていました。タイトルにもある通り、他人の島のキャンプサイトで誘えるかと思ってやってみましたが、結論、他人の島に来たキャンプサイトの住民は誘えない、ということがわかりました。結論はすでに出ていますが、浮かれた名越の供養動画ということで、見ていってください。どうも、三度の飯より猫が好き、名越です。今日は、あつ森仲間の職場の先輩から、キャンプサイトにラムネちゃんかっこ猫キャラが来たから、取りに来ていいよ、と言われたので、ラムネちゃんを私の島に呼びに行こうと思います。ラムネちゃんに会えるの楽しみ、上機嫌の名越です。早速行ってきます。相変わらず花だらけだなぁ。実は、通信では、この島にしか行ったことがない、コミュ障です。リアルでは3人は、森仲間がいるんだけど、お互い仕事で時間が合わずに、まだ通信できていない状況。傘で遊ぶのが大好きな先輩。今回はありが、って寝てるし、起きてくださいよ。キャンプサイトはどこですか？ラムネちゃん早くくれ。相変わらず、厳選中の先輩の島には、可愛いキャラばかりいます。いた。傘刺さってる。勝手に話しかけんな、と強い圧を感じます。すまんすまん。キャンプサイトに行くまでも、可愛い子たちだらけで、つい目移りしてしまう。本当にありがとうございます。オンに切ります。ほほう。先輩の島は今、こんな感じか。ガチで可愛い子しかいない。源泉の闇を感じるわ。ちなみに先輩のお気に入りは、サラちゃん、小さくて可愛い。なぜかにんまり顔の先輩。では、早速キャンプサイトにお邪魔します。おや、何やら話していますね。私も話しかけてみます。会話パターンがほぼ2パターンしかない。住んでみるの選択肢が出そうな気配が一向にありません。先輩も退屈すぎて寝ちゃっているし。もしかして、他の住民がいるから会話が発展しないとか？つうわけで、先輩キャンプサイトから出て行ってください。しめしめ。ようやくラムネちゃんと二人きりになれた。これでラムネちゃんは私のものです。あれ？やっぱり会話パターンが二つしかないぞ。これはもしや、やはり、他の島のキャンプサイトに来た住民は誘えないようです。ラムネちゃんが島に来ると思って楽しみにしていたのに、先輩の嘘つき？というわけで、ラムネちゃんは誘えませんでしたが、先輩から、ラムネちゃんに引っ越しフラグが出たら、誘っていいよというお許しが出たので、ラムネちゃんに引っ越しフラグが出るまで待とうと思います。あくびしている場合じゃないぞ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。